はい、どうも、リッチです。今回は、僕が雀荘で、実際にイカ様に遭遇して、指摘をした時の、お話です。3ヶ月ぐらい前に、私が、実際に遭遇した、イカ様という動画を投稿したんですね。で、その時に、まあ、4分ぐらいの短い動画で、まあ、過去にね、遭遇した4つのイカ様のケースを話したので、まあ、その詳細というのをね、あまり伝えることはできなかったんですよ。今回はまあその動画で紹介したまあケース1の、ぶっこ抜きをした、大学生についてお話をさせていただきます。僕は、新宿のまあトンプーさんのジャンスで働いてたんですけど、青年がね、遊びに来るようになったんですね。で、その青年というのがまあ大学生で、黒髪で、まあ、すぐでおとなしそうな見た目で、まあ、真面目なんだろうな、という雰囲気がね、出ている。で、まあ、待ち席とかね、見送りの際にこう世間話をしていたら、まあ、大学4年生だって言ってたんですよ。で、その頃がね、確かに秋で、就職活動がね、終わって、まあ、来年のね、春から、社会人になるってね、言っていましたね。まあ、それでまあ、就職も決まったんで、まあ、そのトンプー生のジャンソンに通っていた。彼がそのトンプー生に通うようになって、まあ、初めはね、気になることは特になかったんですね。雀荘のゲーム表は、まあ、時間とね、成績と、まあ、打ってる人の名前とかをチェックするんですけど、まあ、うちはイベントとかをやってなかったんで、まあ、トップをね、チェックするだけだったんですよ。従業員のね、成績は全員チェックされていました。服順を調べると、まあ、麻雀の収支がね、どのくらいかということが、店側が把握することはね、できますので、本荘に入っていて、そのゲームが終わったら、必ずこう自分のね、着順を言うっていうのがね、ルールでした。1着ラストレースで、で優勝は〇〇さんです。会社は4着です。みたいな感じでね。本荘金といって、雀荘の従業員がこう宅にね、持っていくお金があるんですけど、着順を操作して、そのお金をね、ポケットにこうしまって、まあ、持って帰るというのもね、まあ、よくある光景でしたね。打ってるゲームが終了して、はい、1着ラストです。優勝は会社です。失礼しました。といった具合に言うんですけども、まあ、レジのね、方を見てメンバーに、今の4着でみたいな、こうやってアピールするんですよ。まあ、そうすると、まあ、トップだったのが、ラストだった。で、この差額がね、2万円ぐらいになります。なので、まあ、本送金をね、2万円持って帰る、といった具合です。まあ、新宿のトンプー戦で、その大学生がね、通うようになって、1ヶ月ぐらい経ったんですね。店側はお客さんの収支というのはね、細かく把握できてないんですけど、まあ、その大学生はね、まあ、勝っているなという印象が強かった。まあ、従業員はね、お客さんに、まあ、おしぼりとか飲み物を出したりとか、まあ、ゲーム内を集めるときにね、卓の後ろに立つことができるんですよ。まあ、お客さんの麻雀を見ることができるんですけど、その大学生はね、いつも、店内の、壁側のね、席に座っていたんですよ。来店したときに、壁側の席に座れないときは、まあ、しばらく打っていて、席が空いたらもう必ず移動して、壁側に移動するって、まあ、その彼のね、勝率が、あまりにもいいので、ゲームシートをね、過去に遡ってチェックしていったんですよ。まあ、そうしたら、トップ率がなんと 40% もあったんですよ。これは、トンプー戦ではもうありえない数字ですね。トンプー戦のトップ率は多分ね、28% いったらもうかなりいい方で、まあ、ネット麻雀の方卓で、長期のトンプー戦で、平均順位が 2.45 よりも良くなる数字っていうのは 5% ぐらいなので、トップ率 40% っていう数字は多分平均順位がね、2.1 とかそのくらいの成績になると思うんですよ。通常ではありえない成績なんですけど、まあ、もしかしたら、こう、凡人ではね、たどり着けない最先端の技術を取り入れて、この素晴らしい感性で、その境地にたどり着いてるのかもしれないですけど、一応僕はね、麻雀をね、確認しに行ったんですよ。後ろから見ていても、明らかにね、ミスだなっていう打牌がね、わかるんですね。この、プレイの中で、まあ、決して、上手い方ではなかったんですよ。まあ、なぜこんなに勝ってるっていうのが不思議で、まあ、そんな不自然なね、点も見当たらなかった。後から思い返せば、彼はいつもね、後ろの方を気にしていて、壁際の席の方に移動していた。でその時にね、お客さんからね、垂れ込みがあったんですよ。お客さんがダイソーを頼んで、まあ、レジの方にね、来て、耳元でこう、そっと支えたんですよ。若い彼、今、ぶっこ抜きしたよって。って僕はそれを聞いた時、信じられなかった。もう、半信半疑で、おとなしそうな彼が、そんなイカ様をやっているのかと。僕ね、雀荘でイカ様をするってこと違う。もうそんなにね、イメージはね、なかったので。まあ、そしてその日、まあ、タックの書に立って、麻雀をね、見ていたら、その大学生の、対面の席の方から3を入れて、開いたんですよ。
それで、僕が本層に座ることになりました。まあ、慣れているはずの本層だったんですけど、その大学生が本当にね、ぶっこ抜きをするのかって、まあ、ドキドキした気持ちでね、卓に入りました。そうしたら、当一局にいきなり事件が起きたんですよ。アモス有島の全住宅のここ、灰が上がってきた時に、右端2枚を自分の椅子の上に持っていたんですよ。で、僕はそれを見て、待てーガッってこう手を掴んで、この拳に握り込んでいる灰の2枚をガッてこじ開けて、ポロポロって灰を落として、これは一体どういうことだ？まあ、とはありませんでした。僕はその現行犯でイカ様を抑えたかったんですけど、トーン一曲でいきなりすぎて、体が反応しなかったんですよ。で、一瞬頭が真っ白になっちゃって、あ、どうしようかなと思ってミスったなと思って、まあでもその後すぐにね、ひらめいたんですね。灰を自分の手元にね、隠し持ったっていうことは、まあ必ずこの灰をね、全住宅にこう返すはずだと。なので、まあこの曲が終わったら、タクを止めて、灰チェックをしようと思ったんですよ。で、その曲は何事もなく流曲しました。で、その瞬間に、ちょっと待ってくださいって言って、あなたは今、灰をね、2灰持っていきましたよねって、確認しますってので、すべての灰をチェックさせてくださいと言って、僕は灰確認を、しました。麻雀灰136杯をね、17灰、8列に、順番にね、数えていったわけです。で、まあ、その大学生を問い詰めたら、まあ、やっていないよとね、言っていたんですよ。僕は、お願いして、手元をね、確認させてもらいました。そしたら、太ももの上に、ね、右手を置いていて、灰を2杯ね、握り込んでいたんですよ。それを問い詰めたら、その大学生は、これは僕はやっていませんとね、否定していたんです。灰を握り込んでいるのにね。まあ、僕は、イカ様をするお客様は、まあ、ご遊戯をお断りしていますと、まあ、ゲームを途中で中断して、まあ、退店してもらいました。でも、その大学生の彼は、まあ、エレベーターで降りるときも、最後までね、僕はイカ様をしていませんって否定していたんですよね。僕はその大学生がイカ様をやったことを、まあ、新宿のね、トンプー製のコミュニティがあって、LINE でね、連絡したんですよ。うちのお店で、こういう大学生の方が、イカ様をやったので、気をつけてくださいとね、送ったんですね。そうしたら、うちで出禁になったその日、そのまま、歌舞伎町のトンプー製のお店に出没したんですよ。その大学生が。新宿のトンプー線のお店の人に、まあ、連絡したら、まあ、しばらくして返信が来て、その大学生が、まあ、今来てますよって。イカ様の、まあ、常習犯だったんですよね。もう、雀荘側が強く出れないのをいいことに、いろんな雀荘でイカ様をして、荒らして回っていたんですよ。で、まあ、当然、そこの歌舞伎町のトンプー線でも、その大学生は、出入り禁止になりました。まだね、22歳という若さですからね。まあ、ある意味ね、肝っ玉はかなり座っていますよね。この話にはね、続きがあって、半年経って春になったんですよ。で、そうしたらその大学生が社会人になって、スーツを着て、まあ、メガネをかけてね、初めてなんですけどってまた雀荘にやってきたんですよ。打てますかって。で、僕はそのイカ様の件があったので、顔を、はっきり覚えていました。〇〇さんですよねって聞くと、いや、違いますよって言っていて、では顔写真付きの身分証の方を確認させていただきますかって尋ねたら、財布をね、探し始めたんですよ。カバンを開けて、あれ財布はどこかなって探し始めて、あ、財布を忘れちゃいましたって言って、ね、エレベーターの方に行ってボタンを押して、そのままずっとこうね、カバンで探すふりをしながら、まあ、帰って行かれました。まあ、雀荘で出禁を言い渡されて、まあ、反省しているのかと思えば、多分その半年間の間に、まあ、いろんな雀荘で、まあ、イカ様やっていたんでしょうね。もしね、この動画が良かったら、チャンネル登録をして、次の動画をお待ちください。過去の動画でも、説明してるんですけど、こちらの動画でも、大学生がどのようなイカ様をやっていたのか、補足させていただきたいと思います。アモス有島の全住宅で十何杯こうウィーンってこう自動で、上がってくるんですね。その時にこの右端の2枚をね、自分の、椅子の上にこう置いて隠し持ってプレイしていたんですよ。そして、まあ、通常通り、麻雀を打っていって、途中でこの有効牌になったら、ここと手牌とね、隠し持っていた牌を理解して麻雀をやっていました。局が終了した時に、このね、2牌をこう隠し持って、こうバラ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 ってこうね、卓の中央に混ぜる。
これがね、彼の手口でした。ぶっこ抜きと言いますと、自分の持ってる、ね、手牌の枚数を増やさないイメージがあったんですよ。2牌、不要牌と、まあ、くっつけて、その山からこう持ってくるというね、イメージがあったんですけど、まあ、その大学生はね、結局2杯こう隠し持ったまま、まだやっていましたね。まあ、今ではね、まあ、ほとんど、イカサマって見ることってないと思ってたので、いきなりこう出くわした時は、もう、かなり衝撃的でしたね。本当に、雀荘でイカサマあるんだなと思って。それではですね、今回の動画は、ここまでとさせていただきます。ではね、皆様、ご視聴ありがとうございました。ではね、またお会いしましょう。